今年の1月の芦屋で24条制覇に王手をかけました徳増選手ですが、見事一発リーチという感じで王手をかけた今日の一戦で24条制覇となりました。その徳増秀樹選手ステージ到着です。どうぞ拍手でお迎えいただきたいと思います。優勝そして24条制覇徳増秀樹選手です。まずはおめでとうございます。どうもありがとうございました。24条制覇達成した今のお気持ちいかがでしょうか。いや正直勝てると思ってなかったんで、はい、いやこんなこともあるんだなと思って、はいはい、まだ実感というのもないですよね。いや実感はあるんですけど、こんなあっさりいくもんなのかなと思って、はいはい、もっと苦しむと思ったんで、まあはい、まあ、本当にあっさりという感じでしたが、まあ、今日の優勝戦まずは簡単に振り返っていただきたいと思います。風がだいぶ収まりました。スタートはある程度しやすいコンディション集中できましたかね。スタテンでねバッチリスタートいけたんで、はい、本番もスタテンよりちょっと遅いけど、まあ、入ってるなと思って、はい、でまあ、外が来てなかったんで、はい、いつもならホールんですけど、まあ、自信があったのでちょっとそのまま行ってみたら、はい、やっぱ松尾君しっかり来てましたね、はい、まあ、1コースがだいぶ早いスタートで1コースコンマ06、2コース徳松選手コンマ12でした。はい、それぐらいだなと思って行きました、はい、もう1コースのあのスタート体系考えると1幕はもう差しの選択という感じでしたかね。まあ、胴体よりは半分下がってる方が、どちらかといえばハンドラー切りやすいんで、はい、まさかあそこまでうまくいくと思ってなかったです。やはり1号ではちょっと流れ気味でしたかね。まあ、ちょっと失敗してましたね、はい、だいぶ球が空いてたんで、はいはい、水面的にそういう感じでしたか今日は。いや、やっぱ昨日の感じで、そのままレース行っちゃうと、はい、やっぱ回転が足らないんで、やっぱどうしてもああいうターンになると思うんで、はい、その分僕の方がまだしっかり合わせれてたのかなと思います、はい、まあ、それがやはり一つの勝因という感じで、はい、早めに試運転やって納得いくまで、はい、調整はしたんで、はいはい、ただ一幕回ったとバックでも後ろ結構来てました。いかがですか。そうですね、まさかもう一杯いると思わなかったんで、はい、はい、まあ、でももう二幕抜け出して独走という形で、まあ、なんとか先回れたんで、はいはい、あとはどんなことを考えて走ってましたか。なんかあやっちゃったっていう感じですね、はいはい、まあ、本当にやっちゃったと言いますか、ついに達成というか。ただ1月の芦屋で23条目ということで、昨年まではそんな意識はなかったですかね。24条制覇ずっと意識はしてたんですけど、ただたまたま汗が入らなくて、はい、で、まあ、連続でこうチャンスのあるレース場が汗入ってくれたんで、はい、取るつもりではいました、はい、ただ本当に流れが良かったと言いますか。まあ、予選道中ちょっとミスがあって、取りこぼしがあったんで、はい、こういう説はあんまり優勝できないんだけどなと思いながら、はい、過ごしてました。ただ最後に月が向いたと言いますか。いや本当にラッキーでした、はい、ただこれもやはり実力がないとここまで24条というのは無理だと思います。そうですね、それぞれに特徴のあるレース場なんで、はい、やっぱどこどこ天皇っていうのもいいですけど、やっぱオールラウンドに、はい、どこでも勝てるっていうのはやっぱ、はい、選手としての幅がちょっと広がったかなと思ってます、まあ、たまたま徳山残り一つでしたけれども、ただこれまでも別にそんなに成績も悪くはなかったですよね、うん、徳山は若い頃から好きでした、はい、まあ、これで24条制覇一つの、まあ、目標といいますか区切り達成しました。この後の目標というのはいかがでしょうか。そうですね、まあ、この間芦屋で優勝した時も、はい、ファンの皆さんの前にちょっと言ったんですけど、はい、まあ、チャレンジカップが芦屋であるということで、で11月にそこにまた戻ってこれるようにということ で、はい、で、まあ、それと合わせて今節本当24条目最後になりましたけど、はい、優勝できましたので、はい、せっかくなんでこちらの記念にも呼んでいただいて、はい、ぜひいいレースを見せたいと思いますので、どうか応援のほどよろしくお願いします。はい、ちなみに、まあ、昨年から正式に表彰対象になりまして、賞品といいますか24条制覇達成した選手にウィン金貨1オンス分が贈られるということです。結構時価としてはいい値段らしいですよ。いや売りませんもちろん家族にまず、はい、見せて、で重さをちゃんと味わってもらって、はい、それからちゃんとしまいたいなと思います、はい。まあ、でも来月の SG クラシックへ向けては非常に弾みのつく優勝になりましたかね。そうですね、最近ずっと調子悪かったんですけど、はい、今節はいろいろと何ですかね、発見というか、はい、今までちょっと迷走してたものがちょっと見えてきたものがあったんで、はい、
すごい勉強になる一節でした。はい、ではその来月の SG へ向けても最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、次は SG 取りますんでどうか応援のほどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。見事今回の徳山で24条制覇となりました徳松選手にお話を伺いました。それではこれより優勝選手の表彰を行います。ただいまからスナッチウィンターカップの優勝選手表彰を行います。優勝しました徳松選手に優勝トロフィーが周南市協定事業部次長藤田真嗣より授与されます。以上をもちまして表彰終了いたします。では最後に写真撮影を行いたいと思いますのでどうぞ徳松選手ステージ前の方にお立ちいただければと思います。そしてどうぞご希望のファンの皆様お近くにお集まりいただければと思います。24条制覇の、表彰というのはこの後おそらく改めて行われるかと思いますが、今回の徳山の優勝で見事最後のこの徳山残りましたけれども24条での全条での優勝ということになりました。先月の芦屋で23勝目、リーチを今回かけての参戦ということになりましたが、王手をかけたシリーズ見事優勝となりました徳松選手。初優勝は1997年の津でしたが、それ以来数えること今回が24勝目の優勝ということになりました徳松選手。来月は SG も参戦しますのでぜひそのあたりの活躍もご期待いただきたいと思います。最後に徳松選手にお話ちょっと一言伺いたいんですが、次回の徳山24条制覇に同じく王手をかけている前本選手が残り一つ徳山で走るんですけれども、何かメッセージエールはありますか？それは意識してたんで先にできてよかったなと思うんですけど、ぜひ前本さんにも達成してもらいたいなと思っています。はい、ということで見事24条制覇史上13人目となりました徳松選手にお話を伺いました。それでは徳松選手退場です。どうぞ拍手でお送りいただきたいと思います。来月には SG のボートレースクラシックも参戦となります徳松秀樹選手、ぜひ来月 SG での活躍もご期待いただきたいと思います。ファンの皆様ご声援誠にありがとうございました。